ベキム・バライは、アルバニア・シコドラ出身のプロサッカー選手。アルバニア代表。FK オリンピエッツ・ニジニノ・ブゴロド所属。ポジションは、フォワード。地元クラブの FK ブラズニアでプレーを始め、2009年に17歳で、プロデビュー。デビューシーズンながら38試合17ゴールの、好成績を収め、翌シーズントルコのケンチレルビル DSK にした。しかし、 出場機会をほとんど得られず、1シーズンでアルバニアに戻り KF ティラナに加入した。2013年1月、AC スパルタプラハに移籍。2013-14シーズンは、ポーランドのヤギエルニアビアウィストクにレンタル移籍した。2015年1月、HNK リエカに60万ユーロで移籍。U-19 世代から代表に招集され、 UEFAU-19 欧州選手権2009予選、UEFAU-21 欧州選手権2011予選、UEFAU-21 欧州選手権2013予選などに出場した。2010年2月17日開催の親善試合、コソボ代表戦で A 代表デビュー。初ゴールも記録した。2013年10月15日開催の2014。 フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選、キプロス代表戦で、国際 A マッチ初出場。2014年9月7日開催の UEFA、ユーロ2016予選、ポルトガル代表戦で公式戦初ゴール。ありがとうございます。